これで逆行になっちゃうね。こっち来たらいいね。はい。今村さん一家の、あの方々です。後で一人ずつお話をお聞きしますけども、あれは中野さんが写真撮る。はい。あ、じゃあ、 あのお兄さんの方から一言。いいお母さんですね。ありがとうございます。本当に恵まれてます。あ、そうですか。はい、あ、みんな家族仲良く。仲良くさせてもらってます。だからこういうところにね、家族を連れてくる家族っていうのはね、あんまりいなくて、でやっぱり家族がうまくいってないと、あのこういうふうにならない。だからお母さんを信頼してる。はい、そうですね。そうですか。はい。お嬢さん。はい、姉の方です。あ、お姉さんの一言。はい、あの今日の歌もとっても良かったです。あの最後の歌が一番好きです。あ、人らしく生きよう。はい、ああ、そう、あのしばらく歌ってなかったんだよね。そう言っていただけるとありがとう。また練習します。妹さん。妹の舞です。舞さん、はい、ありがとう。一言。あ、私は、初めて聴かせていただいたんですけど。ああ、そうですか。あ、そうなんです。ちょっとも涙が出てしまって良かったです。ありがとうございます。お母さんはもう中野さんの戦いを中心的にね、あのもう今村さんがいなかったら中村さんここまで頑張れなかったんだというふうに私は思う。とんでもないです。いや、もう本当にいろいろ教えていただいて。いや、その話を昨日聞いてね、はい、僕はあのね、あの今村さんからあの教育されて中野さんが頑張れるなんて逆だったんだよね。とんでもないです。そうですか。なんか今年はあの今までの中で一番あの美しくヘアスタイル変えられて。あ、そう。最近なんかそういうふうになんかこう色気づいたというか、そういうことあるんだ。じゃあこれからもよろしく。ありがとうございました。ありがとうございました。